で、これすごい、例えばステッカーあるじゃないですか、はいはい、これスティック樋口さんの場合ですね、はいはい、スティックのスタジオにね1000本くらい来るんですよ。1000本500セットぐらい来て、言い過ぎちゃうかそれちょっと、これでねこうやってね、はい、こうやってねバーッとやるんですよ。転がして転がしてパッ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 って選ぶと、それでね100本のうちね10本ぐらいなんですよ。さっき1000本出ましたよ。じゃあいやだから1回から馬鹿野郎、いやいや馬鹿野郎1回ね100本ぐらいやって、はい、10本ぐらい、それは ね90本ね返品なの。すごいです。これはほんまの話ですよ。ほんまの話ですよ。これはほんまの、ね、うん、シンバルもそうちょっと見てね、はい、もうこれダメ厳しい。じゃあこっち詳しくじゃあチャイナ行きたいと思います。あ、チャイナ、はい、こちらは通常のチャイナでございます、はい、お願いします。十分うるさいな、うるさいなこれ、十分うるさいですけども、拷問ですね。さあこちらでっかいでっかい牛さんの、うるさいわ。でも懐かしい、こんな感じだった。じゃもう一回、まあ、いやもう一回やるんですか。これある意味拷問ですよね。もう一回聞きない。こんな叩き方でいいんですか。まあそう、いやいいと思います、まあまあ、じゃあそしてヒグッさんの懐かしい、あ、なるほど、懐かしい。これもヒグッさんの魂が、これヒグッさんのなんですか。ヒグッさんのモデル開発してて出なかったやつですよ。あ、そうなんです。当時、うん、シグネチャーモデルでございます。ライトニングストライク、これ12月27日までの受付となっております。詳しくはパールガキさんの方お願いいたします。ホームページご覧になってください。よろしくお願いします。いやー、ジャパネットニーハロで書かれてる、ジャパネットバカ野郎バカ野郎。あー、面白かったですね。いやでもやっぱりね、はい、何もかも音でかかったっすよ。ヒグッさんはもうベースドラもスネアも全部、そうそうそう、モニターの音もすごかったですからね。これもいろんなところで言ってましたけど、はい、返しっていうか我々返しは前から来るんだけど、はい、ヒグッさん後ろから来るんですよ。え、後ろにねモニターがあるから、モニターが、そう、まあ、当時イヤモニがないから、ね、ああなるほど。普通のドラマってさ、こう座ってるとこの辺から来るんだね。そうはこう、そう、あ、ヒグッさんは真後ろに家具、え、家具、家具、タンス、タンスが2つ、もう PAPA が後ろな感じ、トンってやると髪の毛がバンッて、すっごいドライブ、大げさではなくてことですか。全然です。もうそれで私はもうイヤモニターをするようになった。なるほど、やっぱイヤモニっていいらしいですね。いや、いいですね、いいですね。でもあれは天国ですね。やっぱ違います、もうその話で1時間いきますわ。じゃあ今からイヤモニの通販タイムですね。さあ続きましてこちら、続きましてこちらの商品です。通常のイヤモニ、はい、ウエスティンのイヤモニ今ならこれもついてくるってやつ。ついてけ、はい、もう次いきます、はい、行きましょう。さあいよいよ本題にいきたいと思います。続いてはこちら、ラウドネスっていうヘビーメタルバンドだけど質問ある。あ、じゃあついに来たか。ついにやってまいりました。9時46分ようやくたどり着きました。本来のコーナーでございます。ユーザーの皆さんから寄せられた質問をお二人に答えていただきたいと思います。お時間許す限りいきますよ。大丈夫ですか。あれ、え、なんか今瞑想入りました、ね、一瞬びっくりしました今。ほんまやね、怖い、今一瞬入ってましたですね、はい、バッコンに行ってましたですね、はい、危なかった。皆さんゆっくり飲みながらで結構でございます。これは、ね、テレビ画面に映るんですか、それとも神が来るんですか。あ、神、僕 も持ってます。あ、なるほど。いきますよ。まずお一人目こちら行きたいと思います。まあ、何ネームって言うんですかね、ニコ生ネームしましょうかね。城島さんでございます、ありがとうございます、はい。ラウドネスの長い歴史の中で数々の名曲がありますが、そこで質問です。一番気合の入る曲、またはなぜか勝手に力が入ってついつい燃えてしまう曲を教えてくださいという質問でございます。これはいい質問や、ね、あ、いい質問ですか。大体ですね、はい、ライブの最後の曲で大体力が入ります。あ、どんな曲でも、はいはい、基本的に。なので、それをさっぴいて、さっぴいてどうですか先生。さっぴいてどうなんですか。さっぴいて、はい、いつやってもテンション上がるという曲。勝手に力入る、力入っちゃダメなんですよ、プロは。あ、そうらしいですね。プロは力入っちゃダメなんですからね。なんだろうね、400曲ぐらいありますからね。27枚アルバムありますからね。
そんな中もう何にも覚えてませんよ何にも絵は嘘つかないと思います。こういう感じ、ほんまに思いついた。直近にあったライブのメニューしか覚えてませんから。嘘じゃ最近のライブでこの曲ちょっとなんか燃えたなとかあります？僕エスパーが燃えたかもしれないですね。ドリームファンタジーとエスパーが何回もやってる曲なのに、あんまりやってないで、あんまりやってないです。あ、そうなんですね。あれは80年代にやりましたけど、最近すればあんまりやってない。山下さん、最近燃えた曲？はい、いや、これの曲が燃えるっていうのはあまりないですね。あ、まあ、全部一緒ですね。あ、はい、おしなべてというか、逆にバラードとかの方がこうグッと入れる、いやいや気持ちが入るという、そうですね、いや気持ちよく歌ってほしいなっていうのもあるし、あの早いのはやっぱりこういろんなこうテンポの感じだったりグルーヴの感じの方が優先してて、はい、入っていけないところもあるねんけど。でもね、僕ね、実は今この流れてるゴンゴブロックっていう曲なんですけど、はい、この曲も燃えるんですよ。あ、そうなんですか。実を言うとこれなんででしょうね。なん曲のあのテンポといい、リフの感じといい、メロディーのその当て方といい、はい、ギターソロがまた素晴らしいんですよ。いいですね。どうぞ、自分の書いた歌詞に燃えることとかないですか、ね、歌詞にですか。そんな恥ずかしいことを聞くんですか逆に冷める方が多いんちゃいますか。おい、でも今回のアルバム結構そのシンプルに熱いみたいな歌詞が多いじゃないですか。あ、でもそうですね、ゴンゴブロックは素敵ですね。当たって砕けろっていう意味なんですけど、はい、あれはいい歌詞だね。山下さん、ついに、でも、ついに、ついに、あれはついにバンド結成45年やもう。次行きます。はい、次行きます。はい、こちら、お名前が竹ポンさんでございます。ありがとうございます。SDI を作詞された時の裏話を聞かせてください。え、何 SDI を作詞された時の裏話ございますでしょうか。 SDI ですか、はい、ちょうどですね、はい、あれは僕アメリカにいた時なんですけど、レーガン大統領のこれ、レーガン大統領で、あのなんだっけな、 テレビ の、 あのニュース番組 CNN のかがちょうどリポートしてたんです、はい、で、その要するに SDIの話をしてたわけです、はい、何言ってるか分かんないですよ。あ、 SDI ってそういうなんかこう兵器の話なんだなって。で、どうも見てると、はい、大気圏に入った武器をこう撃ち落とすっていう、はい、すごいな、こうどこまでこういうものが進んでいくんだろうかなっていうね、はい、こうそういうその兵器のこのテクノロジーがさっていうようなことで、はい、なんてこういうバカげたゲームをしているんだ人はってパッてひらめきまして書いたでございます。なるほど、ええ、リアルなやつありがとうございます。とんでもないです。冷戦時代でなボケて欲しかったんですよ。いや、いいです、いいです、もうボケはいらないです、極力いらないです、はい、ケケポンさんですね、ありがとうございました、続きましてこちらマサトさんでございます、ライブ前に必ず行う験担ぎ、まあ、ルーティーンみたいなものですね、ございますかということでございますが、うん、新原さんはもうウォーミングアップの鬼やから。あ、そうなんですか。そうですよ、もう1時間ぐらいやってますよ、もうね、もうライブ、ね、ライブ前の矢沢永吉か新原に乗るかっていうぐらいライブ前のウォーミングアップはもう、こういう名刺やめていただいて。あ、そうなんですか、なるほど矢沢さんもそうなんですか。矢沢さんそうらしいですよ。そうなん、僕あの集めるやつさんから聞いたんですけど、はい、楽屋にストーブを持ち込んで、え、夏でもストーブを持ち込んで、はい、発声練習をすると、発声練習じゃないんですよ、ワンステージ歌うらしいですよ、楽屋で。プロで行くんですか。プロで行くらしいですよ、一回で、たっぷり汗かいて、ええ感じで歌うらしいですよ。新原さんはどういうスタイル。僕はまん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 まーっていう、こういうもうオーソドックスなやつ、はい、で、あとはあのカラオケ、練習のカラオケをたまに持ってて、それをそう合わせて、あのストイックに、もう逆にたっかんと二人でいつもあの外国とかね、あのスペースの時に4連ちゃん、5連ちゃん続く時にね、はい、はい、こう本番の前に疲れてまうんちゃうのっていうぐらいの、もうね、移動とかも もうええんちゃうのっていうぐらいやってはりますよ。それはね、やっぱね、このなんていうかな、いきなりね、ほらピッチャー登板手投げると肩いっちゃうじゃないですか、はいはいはい、それに近いんですよ。うわーっていう声を出すのにやっぱちょっとそのぐらいこう、いや、まあなんていうんだろう、ちょっとこう精神安定的な、あ、なるほど、やることによって自分のという、そうそう、あ、大丈夫だ、今日も声が出るぞって、今日も調子がいいなって、ストイックですよ。ダメな時はね、はい、もう発声練習の時に、あ、今日あかんわ、それ怖いですね、今日あかん、風邪ひいてるみたいな、はい、そういう時はどうするんですか、はいはいはい、もうごめんって、もう
そんなあきませんわ、ごめんって、まあ、まずないよね、そういうことね。あ、なるほどね、うん、山下さんないんですか、やることは。山下はね、全くないんですよ。むしろマネージャーにもちょっとえって言われたんだけど、はい、ちょっとさっきのとことは違うんだけど、はい、まあフェスティバル5分前に袖で、はい、待機するじゃないですか、はいはい、SE 流していいですかって時にこうポケモン GO をやっててね、ヨーロッパ限定のが出たんですよ、初めて。うわー、ちょっと SE 止めてくれるって言って、プリ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 って捕まえてたぐらいなんで。リアルですかそれ。すいません。マジっすか。マジっす。だってね、もうライブやでって言ってるのに、はい、山下さんだけ行方不明なんですよ。どこ行ったら言うたらもうね、そう行ってはる、行ってる、どこ行ってるのか、なんかね、そういうの私はよく分かるんですよ。行っちゃってるんですよ、はい、ポケモン探しにね。そう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 。でもお酒は飲まないらしいですね、ライブ前はね。ライブ前は一滴も飲まないです。これはもう皆さん信じてください。これは一切飲まない。信じてください。今日はちょっと特別ですから。でも5曲目あたり、今日はライブちゃいますから。今日はライブちゃいますから。5曲目あたりから入ってきますけど。5曲目から入ってくる。5曲目あたりからたまに入ってきますね。そうですね、何曲目とは言えないけど、まあわかりました。たくさんさんも面白いですよ。 ACDC とかもああいうクラシックロックの投げたりガーンとでっかい音で、もう楽屋ずっと楽屋どっかー、40分ぐらいで、もうこれでテンション上げると、テンションすごいよ。もうそのもうマインドの感じですよね。あ、そうなん、もちろんギターも弾き倒しはるけど、はいはい、いろんな形があるということでございます。ありがとうございます。続きましてこちらルルさんでございます、世界各国ライブで盛り上がる曲や人気の曲は違うのですが、まだここでライブをするのがすごく楽しみみたいな場所はどこでしょうという。まず世界各国盛り上がる曲は違うのか。多少違いますよね。多少ぐらいですか、うん、僕はですね、はい、もちろんヨーロッパもアメリカもあれいいんですけど、はい、実はもうアジアが好きなんですよ。マレーシアとかタイとか熱狂、どう熱狂的なんですよ、むしろよ、世界で一番熱狂的と思う、一番もう熱い。そうなんですか、マレーシア特に。マレーシアが特に、ちょっと意外な。デビュー当時の我々のライブのようなもう暴動まではいかないですけど、すごい。あ、そうなんですね。歌っていただいたりとか。もうもちろんもちろん、もう感性もすごいし、ものすごいこう情熱的な。あ、そうなんですね。僕なんか的に南米がどうのとかあるのかなと思ったんですけど。いやいや、アジアがすごい。南米もまだ行ったことない。基本的にはまだ行ったことない。ごめんなさい、ないく、行ったことないんですよ。私行ったことあるけどね、新原さんダブルブッキングで行けないかと思ってね。そんなことは、すみません。しくじりが。しくじりがもう数年前にあって。じゃあ今後また南米行った時はまたそこで。来年ぐらい行きたいなと思って、お願いしますよマネージャーさん。南米遠いからええわ。もうあ、移動が大変らしいですからね。二十何時間かかんないよね。そんなん二十何時間ちゃうよ。もっととかかかないですか。まあまあアメリカ経由やっても30時間ぐらいちゃうかな、ドバイとかあっちの方経由したらもう35時間ぐらいあるんじゃないですか。35時間ですよ。地球2周ぐらいしますからね。もうさあ、ということで、曲はどうですか。盛り上がる曲違うんですか。山下さんどうですか。何の曲。あ、曲はやっぱり国によって違いますよ。ほんまに、うん、アジアで人気はこの曲とかなんか題名。アジアはね、はい、そんなに、まあ、全般的に好きなんです。ヨーロッパとアメリカでは違う。3大デスの曲は盛り上がるな。確実にディスイリュージョンと、あ、この2つはもう鉄板やな。まあでもヨーロッパでレッド・イット・ゴーはあんまり受けへん。受けへんな。そうなんですか。でもあ、レッド、かといってアメリカでやれへんかと怒られる。アメリカ人には難しい。難しい。そうなんです。ライクヘルは盛り上がるっていうか、まあ、あれはもう全世界共通。ライクヘルとクレイジーナイトは鉄板ですね。ほんまです。これ理由なんなんでしょう。曲調何がどう。分かりやすいんじゃないですか。ああ、ストレートが、なるほど、そうだと思いますけど。わかります。続いてこちら小さいいきたいと思います、キャパ100から150人ぐらいで、天井が低くて畑と酒の匂いしかしなくて、はい、どう見てもダメ人間しか集まっていなさそうな小箱のツアーをする予定はありませんかという。もうそんなんばっかりですよ。アメリカなんて。アメリカとちっちゃめの。もうそれはそういうとこもあります。あったし。それはもうね、違法な煙がガンガン。と心地よい香りがする。いやもうものすごい違法な煙。まあなんか今合法なになってる。ああ、向こうではね。はい、そんなんがもうムワンとしてる。喧嘩もしてるしね。いやもうある意味もう本当ケオスですよ。カオスですよ。もう言い直しましたけど。でも日本ではまだそういうちっちゃいところでやるの最近ないですもんね。はないですね。日本はもうゼップとかああいう感じ。そうですね。ちっちゃい西川口ハーツとかそんなんないですか、ね、ないですね。